サイエンスです。圧倒的な接触ポテンシャルを持ち、富裕層、役職者400万人にリーチできます。首都圏オフィスビルサイエンスブレイク、ブレイク広告で検索。2年で8倍の急成長のブレイク。ブレイクは首都圏オフィスビルを中心に展開する喫煙所サイエンスです。圧倒的な接触ポテンシャルを持ち、手をかけるとは建物が強くなる。技術だけでは作れない。スターツ。渋谷ビルの地下スタートシステムはスターツグループの建設会社。三菱の内心建築やビルなど全体に細かく。ループにぶつかりそうになったり、まさかでも後ろ見てなかったって今思うとあったけど、まさかもう赤止まってたからさすがに車来ないし、ループの存在完全に忘れてた。いや、完全に油断したわ。マジでぶつかりそうになった。的にはなんか暴力に訴えかけようとしてたけど、だからで、なんか殴ってこいよとか、なんかバカにそう煽ってたけど、バカ知らねえバカ殴るわけねえだろ。至る所にカメラあんだから、殴った時点でもう社会的に社会、まあ別に社会にいるわけじゃないけど、もう終わるよ。終わるってはダメだよ。そんな当たり前じゃない、小学校じゃない。ちょっと、そんな生半可な挑発なんかに乗るわけないじゃん。バカじゃないんだから、バカの挑発なんか乗らないよ。それ止まってないから、もうそれ全て、そこが全てだから、結局事後的に自分もそう、今やっぱり自戒も込めて、もうそれやってないと後で何も言えない。やっぱそうだから、 98% の機会で別に守んなくても別にいいんだよ。別にいいっていうか、その問題ないんだよ。残りの 1% にも満たない機会、それいや守ってなかったらもう何かあった時にもう話にならない、話にならないから何言っても無駄。それ声を大にして言ってやったけど、周りに分かるように、あ、こいつが悪いんだなっていうのを誰が見ても分かるように理路整然と言ってやったけど、そうしょうがないよ。それはだからその前提の部分でもう積んでるもん、どう考えても。いや、もう無理だよそれ。 何言ってもそう、自分そう
だからその何だっけあれ、だこっちが正当じゃない、いい、なんていうの、感じでやったらダメ、そういう風にしたかったんだろうけど、そんな安い挑発乗らないっすよ、バカ、そう、聞かないっすよ、そういうバカの魂胆丸見えな安い挑発、乗るはずないでしょ。いやだからやっぱり一番危惧してたループの、まあその一言言えないけど、いやほんと危なかった、やっぱりそれが危ない、一番危ないって思ってたけど、堀江さんとか言ってるやつ、堀江さんとかが危惧してるのって別に問題ない、正直問題じゃない、それは自業自得で済む話だから、自分が事故って自分が頭打って死ぬみたいな世界だから、それは別にその本人が死のうが別に勝手だから、ところがそっちの音しない問題は周りも関係ある。これ多分、いや本当、これ結構個人的にこっちの方が全然問題だと思って、今もう本当危なかったよマジで。逆に使う人が多くなるともうそういうのばっかだから気にするかもしれない。めちゃくちゃ、まあめちゃくちゃ、まあ乗ってる人多いけど、そう完全に油断したもん。であれぶつかった場合、まあ一応止まってたから、でもまあ冷静に考えると多分後方確認をしなかったっていう、こっちもちょっとあると思う、あのぶつかった場合。いや完全に油断してたもんと、日頃ちゃんと見てるのに。しかもなんかバック取ってモバイルバッテリーなんかなくなっバックに入れてたから、そいつがなんかバックを取ってなんかこっち来いよとか言ってなんかそうバカなこと やり始めたから、それでもあれいやだから普通にあすんませんって言えば別にね、もうそれで済む話だけど、もうなんかにヘラヘラしてたからこっち危ない思いしてる、もうそう火に油注ぐがごとく、そうこいつ舐めて、もう完全に舐めきってんな、完全にそう完全 に舐めてるからもう完全に詰めようと思って。完全に冷たろうと思った。もう詰むまで逆最後なんかそう
逆ギレしたけど、逆ギレしても進まさないよ。それ一言謝ればもうあれだけど、バカだよ。海が悪いのに何が警察だよ。お前が悪いんだろ。こっちはその舐めてるから、そういう風に言ってるだけで。バカだよ。自分で警察とか言っちゃってる。アホだよ。おめえが一言謝れば、そんな警察なんか呼ばなくていい。いや、ほんと一言言わないで謝んないで、すからヘラついてるから住んでないだけでしょ。それすまないでしょ。ボクシングなんちゃらかんちゃらだったけど、そんな能書きいらないから、正直。別にそんなさ、YouTube の格闘技みたいなのやるわけじゃないんだから。バカだよ。何？何なの？あれでしょ？だから、格闘技のなんかプロレスの YouTube とか見すぎてんじゃん。本当。なんでその格闘技で話し済ませようみたいな、そういう謎展開になってる。そもそもそれちょっとおかしいよな。なんか格闘技で済ませようみたいな、もう YouTube、 そう、完全にあれでしょ、格闘技見すぎでしょ。あ、考えてみたら、まあ、若干うかつだったところはある。そう、もう一回。怖いよ、本当。あれ、渋谷新宿やっぱダメ。正直もう、まあ、渋谷新宿はちょっともう無理、ダメだ。新宿もやっぱダメだ。
二の得しか考えない。逆にやっぱり自分もあれやりがちやけど、万が一のこと考えたら、まあ、あれで事故になったらもう 逆の立場だからもう何も言えない。すぐ謝るけど正直。いや本当、いやだってそうでしょ、すぐ謝った方がいい。それはだって、いや本当、だから逆の立場で考えたらやっぱり謝る練習した方がやっぱり絶対いいなと。自分もやっぱり謝る側だから、そう、謝る回数の方が絶対多いから、そうだからちゃんと謝る練習しといた方がいいな。逆の立場だったらあんなの日にだって、まだ謝ってないから。だからもう相手がそういう風に言ってるって時点でもう迷惑かけてるって確定してるわけだよ。だからもう内容ともかく、もうそうなった時点で迷惑かけてるよ、確定してるから、その時点でも謝った方がいい。いや本当、これは本当そうで、そういう風に普通だったら言ってこないもん。迷惑が、例えば仮にその自分が迷惑かけてないと思ってたとしても、相手側からしたら迷惑かかってる。だからもうそう言ってくる時点で迷惑かかってる。相手は嫌な思いしてるわけでしょ。わざわざ言いに来てるわけでしょ、直接その本人、その相手に対して。だから結構怒ってる、結構怒らしてるっていうのは迷惑かかってる。でもその時点でもうすぐに謝ったわけだ。だって言ってこないもんね。普通だって流すでしょ。大抵のことは流すけど、それ直接言ってくるってことはもう相当怒っちゃってるみたいな。その瞬間にもすぐ謝ったわけだ。全部内容とか関係なく、そのテンだってそのテンプレみたいな話だから。言ってきた瞬間にすぐに謝るっていうその癖みたいなもん。